生命医学科の新谷先生と申します。生命医学科では医学の発展を出口として施行する様々な生命科学研究の取り組みがあります。ここでは私新谷の最近の研究成果の紹介を行います。光学顕微鏡は生命科学研究を進めるための強力なツールとなっています。このように生体ダイナミクスのライブイメージングを可能にします。しかし、光の解説の性質によって最大分解能が200ナノメートル程度となります。さらに、この最大分解能での計測をしたとき、高さ方向の計測領域の厚みは300ナノメートル程度になります。つまり、平面的な計測しかできなくなります。生体分子であるタンパク質分子の大きさは平均数ナノメートルですから、個々の生体分子およびその密集状態でのその個々のタンパク質の動きを計測することは、光学顕微鏡では基本的には極めて困難です。一方で、光の代わりに電子線を使う電子顕微鏡は分解能が400倍良くなります。最大分解能0.5ナノメートル程度であり、さらに焦点深度も同じ倍率の光学顕微鏡の数十倍深くなります。ということで、微細な構造も立体的な構造も捉えられるという高いポテンシャルを電子顕微鏡は有しているんですが、大きな難点として、基本的に固定資料の観察しかできません。真空下で電子線を照射して、その計測資料の構造情報を捉えます。なので、動きが見えないという難点があります。私はこの光学顕微鏡の400倍分解能が高くて、数十倍焦点深度の深い電子顕微鏡でライブイメージングができるようにするための方法として、このような方法の開発を行いました。真空と大気圧の圧力差に耐えて破れず、電子線透過性と変形性に優れた薄膜を作成して、その薄膜で真空の電子顕微鏡内の資料室の中に、溶液に使った生体資料がある、この大気圧の空間を維持すると。膜が資料に押し付けられて変形しているので、膜の変形性と透過性の合わせ技で資料の微細な構造とその動きが計測できると、そのような計測方法を開発しました。結果、このスライドで示します通り、溶液に使った生体資料の構造と動き、液中の結晶等の構造と動きが計測できる電子顕微鏡でライブイメージングができる方法の開発に成功しました。これが実際に作成した資料台です。この写真では、マウスから摘出した心臓が溶液に浸かったままの状態にセットされています。で、この心臓の断面の表面の微細な、構造とその動きとかが解析できます。このようなことが、うまくできるようになりました。この電子顕微鏡ライブイメージング法は現在進行形で、計測手法のさらなる改良を進めているところでありますが、これによってその電子顕微鏡の光学顕微鏡の400倍高い分解能を利用してですね、ライブイメージングが可能になりました。これらをうまく使うことによって、さまざまな生命科学の基礎研究をより加速的に進めることができるようになると期待しています。また、医療においても、その計測の診断の手段として、この電子顕微鏡ライブイメージング法を使えると、その取ってきたその組織をそのまま計測して、で、動きは、生体の細胞内の細胞小器官の動きを計測するということもできますし、例えばこちらからわざと、刺激を与える、引っ張ったりと変形させるというような刺激を与えた時の変化を見ることによって、その弾力性とか、その変形性がどうなっているかとかを調べるということもできるようになります。そのような動きも含めた情報を入手することによって、現在よりもさらに、鋭敏で明確な、検査情報を得ることができるようになると期待しています。それら、検査技術の高度化によって、より早期の段階での、その予兆を発見して対処すると、病気前診断プラス予防医療の先制医療を可能にできるような技術になればと
思って技術開発を進めています。